トスの生い立ち、その真実を知る者はいない。しかし彼とて皆と同様に幼子の時代があったのだ。古代スパルタでの幼少時代は過酷であった。元気で丈夫な子供はスパルタを守る戦士となるべく鍛えられた。一方体の弱い者は檻に入れられ山へと送られた。生き延びることなど期待されずに、クレイトスは戦士への道を歩んだが、彼の弟はそうではなかった。引き裂かれたたった二人の兄弟。クレイトスは伝説となったが、その弟を知る者は誰もいない。山に取り残された弟は何年も前に息絶えていた。冥界に落ちた彼が抱いた唯一の望み、それはかつて自分を見捨てた兄に復讐すること。